韓国の検察は一連の国政介入事件をめぐり、収賄などの疑いでパク氏の逮捕状を請求しました。大統領の地位と権限を利用するなど、事案が非常に重大で、多くの証拠があるにもかかわらず、パク氏は容疑を否認し、証拠を隠滅する恐れがあるとしています。ソウル中央地裁は今週木曜日に審査を行い、逮捕が妥当と判断すれば、パク氏は拘留されることになります。